はい、こんにちは。噂通りのダメっぷりが、ここに今あります。3DS 版ドラゴンクエスト10オンライン。こちらをね、お見せしたいと思います。なぜこれ、めぐりさんキャプチャーじゃないのっていうのは、やっぱキャプチャーじゃないこのひどさっていうのを見てもらいたいからなんですね。キャプチャーすると、多少まともに見えるとかあるんで、オンライン、今行きますよ。まあね、この利便さっていうのはやっぱりいいんですけど、問題点があまりに多すぎて、ちょっとショックですよね。これにはオーバーマンを苦笑いとはまさにこのことですよ。はい、ログインしています。まあこれ、拡張スライドパッドつければ、操作性についてはもうちょっとマシになるんですけど、この文字、なんだろう、カメラ越しだと多少読めるな。カメラ越しだと多少読めてしまうんですが、実際のゲームだと、あら、でもカメラ越しで見ると結構見れるんだよね。だから読めるっちゃ読めるんだけど、潰れすぎてて感じがね、ひどいよね。まあ私ドラクエユーザーだからわかるけど、これ魔法戦士って書いてあるんだけどさ、魔ってさ、すり込み魔法戦士っていう単語が頭にすり込んでないとちょっと読めないよね。まあ、ここね、なんでめぐみさん住宅村で落ちたかっていうと、ラグすぎるんですよ。読めます？ドラクエをやってない人に読んでもらいたい。ぜひとも。ドラクエをやっている人は、その固有名詞が頭の中に刷り込まれてるから読めてしまうっていうのあると思うんですけど、ドラクエやってない人はこれ読めないですよね、多分。これ「シン」って書いてあるんです。この「シンのアラハギーロ」とか書いてあるんですね。これ港町の港です。港町連ドアって書いてあるんですけど、ちょっとね、漢字が無理があったかなっていう。 3DS ではね、やっぱり解像度の問題で漢字無理なら全部ひらがなにしちゃえばよかったんだけど、そうするとレイアウトが崩れちゃうし大掛かりな開発になっちゃうからやらなかったんだろうけど、ちゃんと製品版としてね、これ売ってるんだからそこはやるべきだったんじゃないかなと思うんだけど、違うかなあ。でも今日はちょっと動く？ああ、これサーバーが多分撮影サーバーだから人が少ないから動くのかもしれないけど、でもちょっとラグいよね。そう、ほら、カクってなるじゃん。ほら、あのね、これが今まだこの撮影サーバーだから人少ないからいいんですけど、通常サーバー行くと重いもっとこのカクっていうのがひどくなりますね。だからね、ちょっとこれね、残念でしたね。ただ一つ言えることは、私はこれベッドで、Wii U ゲームパッドではなく 3DS でね、出先とベッドでできるっていうのを、目標というか、それが欲しくて買ったんで役割は果たしてるんですけど、なんだろう、 3DS 版で初めてドラゴンクエストを始めようっていう人をちょっと切り捨てすぎかなっていう。固有名詞さ、ドラクエやってれば読めるんだよ。でもドラクエやってないと読めないし、ほら、この今、オーガさん、カクカクしてんじゃん、走ってるの。このウェディさんも、カクカクしてるんですよ。これ、うち、光回線、ちょっぱやですから、回線のせいじゃないですよ。ほら、ちょっとカクカクしてるでしょ、キャラクターが。これ昔のさ、ゲームみたい。私みたく、もっとほらカクカクしてんじゃん。もともとドラクエユーザーで 3DS と、3DS 版買って外で遊べる、ベッドの中で、Wii U ゲームパッドではなくこれで端末が遊べるっていうのを目的で買った人はいいんだけど、新しく 3DS でドラゴンクエスト始めようっていう人にはちょっとひどい出来かなと思ってしまいました。だからね、新しく 3DS で始める方はあんまり向いてないね。文字とかが潰れちゃってるんで読みづらい。まあ、あと拡張スライドパッドは必須です。ここでカメラアングル変えなきゃいけなくなるんで、まあ、そんな感じで今回の「ドラゴンクエスト10オンライン 3DS 版」はちょっと「ドラクエ」というねネームバリューがついてるのに、この完成度は私としては残念でした。まあ私の使用目的には合ってるから、私としては神ゲーなんだよ。だけどドラクエをね、名前つけてるんだったらもっとちゃんと作ってほしかったなっていう気がします。そんなわけでドラゴンクエスト10のオンライン、3DS 版レビューでした。次回で会いましょう。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。なのでチャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。この画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。この動画に関係する動画や、似た動画などのプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。ではまた会いましょう。バイバーイ。